エアマルチプライヤーダイソンエアマルチプライヤーは2009年にイギリスのダイソン社により発表された利用者が見えるところに羽根がない扇風機の商品名及びそのテクノロジーの名称正式な製品名はダイソン AM01 エアマルチプライヤー日本で登録されている商標はエアマルチプライヤーか2010年グッドデザイン大賞に選ばれた外見は 扇風機の外枠だけのようなリング状をしており、モーターはベース側に内蔵されている。内蔵された非対称形のインペラにより、ベース部分から吸い込まれた空気が、リング部分に空いた約 1.3mm のスリットから高速で吹き出す。16度の翼型傾斜の上を通った風は、円形の気流を生み出し小んだ効果によって、周囲の空気を巻き込むことで、 吸気された量の15から18倍の風量を作り出す。これらの技術によって従来の羽を用いる扇風機に比べてムラのないスムーズな風を送ることができるとダイソンは説明している。通常の扇風機と同じく首振りや上下の角度変更もできるようになっている。2020年現在空気清浄機能や 暖房機能を持つ派生機種に発展し、エアマルチプライヤー自体は絶版となっている。派生機種含め床置きタイプのみで、壁掛けタイプや天井設置タイプ、卓上タイプは存在しない。ダイソンはこのエアマルチプライヤーの特許をイギリス特許庁に出願したが、特許庁は1981年に日本の東京芝浦電機から似たようなデザインのものが、 出願されているとして申請を却下した。イギリスでは特許の延長期間が最長20年であり、現在、東芝の権利を侵害している状態にあるわけではないが、特許の取得に際しては新規制の観点で争いになっており、ダイソン側はデザインは似ているが技術は違うとして再度特許取得を目指している。 羽の見えない扇風機と関連技術について工業教育資料 http コロンスラッシュスラッシュ www.jikkyo.co.jp スラッシュコンテンツスラッシュダウンロードスラッシュ9992656033ダイソンファン was it invented 30 y e a r ago? ダイソン羽なし扇風機30年前の東芝特許と 告示2009年10月25日21時7分。ありがとうございます。